ございます。こんにちは、こんばんは、一応さぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。先日ですね、ツイッター社を買収しましたイーロン・マスクさんですけれども、発表いたしまして、通常のリモートワークを中止し、出勤することを進めています。で、週40時間出勤しない場合は退職するとみなすみたいな表明を出しています。ツイッター社はですね、リモートワークを推進しており、リモートワークをするがためにね、例えばちょっと郊外に引っ越したりとかいう方もいらっしゃるのではないかと思いますが、実質はもう出勤せよというふうになっているので、今後の動向が気になります。今まででリモートワークをしたことによって、都心に集中していた人口が拡散され、郊外においてちょっと過ごして週1回とか、日本でおいても、印鑑とかもらうために出社してみたいなこともあったんですが、印鑑制度がほとんど今の私たちの業界においても、今まで印鑑をもらっお客さんから印鑑をもらったの印鑑がいらなくなったりとか、そういうふうな形になっているので、出社はもう本当にね、郊外の方一点集中ではなくて、郊外にまで幅を寄せて、ちょっと週1回だけでもちょっと遠くからでも出勤できる場所でっていうふうになっているところも多くて、それによってですね、本当に少子高齢化の町が、村とか町がですね、本当にこう、若者の、参入があり、貸し屋のね、プロジェクトとか、そういうのでもう使われてない家とかも、そういうふうにね、移り住んできてくれるために再利用されたりとかしてる可能性かのところも結構多くて、町の活性化につながっているんですが、またそういうふうに出勤となると、家を買ってしまった人とか困るのかなと思いますが、本当にちょっと今様子を見て、例えば田舎暮らしっていうの、田舎もね、いいんですよね。田舎もいいんです。空気が美味しいし、子供たちも伸び伸び育てられるし、ギターとかね、ピアノとかね、そういうバイク乗りとかね、そういうふうなんとかもいいし、いろんなね、キャンプやったりとか、今キャンプすごい流行ってますよね。で、あとキャンプやったりとか釣りやったりとか、そういうのもね、すごくいいんですけれども、高齢化になった場合ですね、高齢者になった場合、駅から遠くて車でしか行けないような場所とか、またね、人口が少ないということで生活に困ったりすることもないかどうかってところですね。やっぱりほら、駅から近かできれば駅から近いっていうことと、学校とかが近くにあるっていうことと、もう本当に病院が近くにあるっていうことと、あと買い物施設、スーパーとか、郵便局とか、そういうふうなところが近くにあるっていうことと、ですね。買い物なんかもね、今ね、私なんかもよくアマゾンとかそういうの使っちゃうんで、
遠くでも田舎でも配達してくれるので、その辺は、まあ、そういうのを使えるようになればいいのかなと思います。ただ今もうね、70代後半の方で、もう本当にこうスーパーまで行って現金で払うっていうふうなことしかやっぱりできない人もいて、そうなるとね、やっぱりそういうふうなのをね、今のうちから体験しといてもいいのかなって思います。なかなかね、年取ってからこう一つのことを、作業を覚えるのっていうのは、本人がどうしてもそうしなきゃいけない、やりたいと思えば覚えられるんですけど、本人がいや別にって思ってるのに、周りが「いやお父さんこうやった方がいいわよ」とか言っても本人のやる気がないと覚えられないし、なかなか認知症がもう発症していると、一つのことを教えるのにやっぱり習得するのに毎日やったら意外とできるかもしれないんですけど、なかなか厳しかったりするんですよね。もう一回次の日になると振り出しに戻るみたいな感じなので。厳しいかなと思うので、今のうちにこういう、そういうシステム、オンラインじゃなくて、そういう、配達システムとかも利用しておくのも必要かなと思います。今回ね、家買っちゃったりした人とかどうなっていくのかな、これからまた、出勤体制に戻るのかなっていうのが、今私としては、どうなのかな。困る人も多いんじゃないかなっていうのも感じています。ね、田舎から毎日通勤できるところだったらいいですけど、通勤にね、2時間とかかかっちゃうとね、ちょっととてもじゃないけど行けない。1週間に1回だったらね、もうちょっと気分がてらっていうか、旅行がてらっていう感じで出勤も可能だと思うんですけれども、まあできるだけね、リモートで行くならリモートでも、まあ、リモートでやるのいい面もあれば悪い面もあって、リモートにしてから人との接点がなくなるし、顔になんとかっていうのもあって、表情がね、読み取れなかったりとか、こう引きこもっちゃったりとかして、こううつ病発症したりとか、精神疾患みたいな、なんかね、なっちゃったりとか。いうのがよくあるんですね。それはやっぱりこうやる気が家にいて活動量が少なくなっちゃうから、まあね、やる気のホルモンであるね、セロトニンとかがね、減少しちゃうんですね。で、今までだったら朝通勤してこうね、片道20分とか歩いたりとか、電車に乗ってその間立ってたりとか、それでまた電車降りてから10分とか20分歩きますよったら、計40分ぐらいは歩いたりとかしてたんでしょうけども、それがもう一切やらなくなると、家に引きこもっててパジャマ姿でみたいになっちゃうと、本当に運動不足になっちゃうので、あと日照に当たらない、家に引きこもってて日に当たらないとなると、本当にセロトネンの方が減少しちゃうんですね。で、もし、リモートをやってる方でも、本当にこう顔になんとかっていうのがあって、その表情も全然変わらない状態で、私ちょっとこう、なんか顎のあたりに肉ついてきたんですよ。で、なんかこの間顎ないよみたいに、なんか知り合いに言われて、顎ない、どんどん垂れてきちゃうんだねっていう話を言われて、まあ、太ったのもあるんですけれども、どうも顎が、ね、なくなっちゃったんですよ。それは顔の表情筋がだいぶ衰えてるんだなっていうのがあって、もう顔の表情筋をね、こうやっぱりね、こうちょっと訓練する、意欲的に訓練する、口角をクッと上げて「いい」っていう「いい」っていう風な表情にするだけで、この顔の表情を使うので。ちょっとね、なんか垂れてきたと思って、ほうれい線もちょっと、ほうれい線が出るほどじゃなくてお肉ついちゃったんで、ほうれい線はないんですけど、どうもお肉垂れてきた感じがするので、そうするとですね、こう、イーって言って、こう、形から笑う形にすると、笑いたくなくても、笑ってる
と脳が判断するんですよね。だからちゃんとこう1日に1回でもいいからあいうえおとかそういうふうな表情筋の練習もした方がいいかなって思いました。やっぱ、YouTube 見ればね、ちょっと私 DVD 持ってたんですけど、表情筋のトレーニングなんとかっていうのがあるので、そちらを、ちょっと訓練してみてはどうかなと思います。で、1日、5分でも10分でも、いいんですけど、カーテンをまず開けて日に当たってちょっとリズム体操っていうかラジオ体操でもいいので、1日1回朝起きてできるだけ早い間に午前中の間に、そういう風にやっていただく、太陽に浴びながらやっていただけたらと思います。もしねお時間がある人は、ちょっとそういう出勤したと思ってちょっとその駅の往復とか、ちょっと隣駅までとか行ってみるとか、ちょっと朝の散歩時間を取っていただけたらいいかなと思います。ね、本当に新型ね、なんとかのね、持続化給付金ですね、それを騙し取ったという、人がどんどん逮捕されていますし、誤って請求してしまいましたっていうふうに、訴えて返却に来ている方もいらっしゃいます。返却になるとね、また上乗せの、ね、返却額を払わなきゃいけなくなりますので、本当にね、ここでね、今ちょっと、本当にこうそういうふうにね、はい、先輩とかに言われてちょっと手を出しちゃったっていう方がいらっしゃったら、早めにちょっと届け出ていただいた方が、ちょっとその内容によっては、そういう逮捕とかにはならない可能性もある。1回だけで、例えばそう騙されちゃったとかだったらあるかもしれませんので、ちょっとできるだけ早めに名乗り出た方がいいのかなと思います。ちょっとね、このリモートをしたことによって、例えば上司が部下の、その仕事の内容をうまく見ることができない、理解する監視って言ったら変なんですけれども、できなかったりすることが、そういうふうな不正的な方法に走ってしまう、もしかしたらその職員も不正とは分からずにそれをやってしまう、だから変なところに振り込んでしまうとか、4000万を一つの家庭に振り込んでしまった職員もいましたけれども、そういうふうなことを指導が足りなくなってくるのかなって、ある程度自分の仕事をきちんとこなせるような人だったらリモートは可能かなと思うんですけれども、だんだんそういうふうなのが教育体制が なってないというか、そういうふうな状態、なんか困った時に部下が上司に聞けないっていうふうのが、やっぱりその誤ってしまうとかミスをしてしまうとか、不正な行為を知らず知らずとしてしてしまうということもなきにしもあらずですよね。私もちょっとそういう法律関係の仕事をしたことがあったので、そういう時にやっぱりこう困った時に聞く先輩や同僚や上司とかがいないっていうのは、とても心心身的に不安なことになると思いますし、知らず知らずに個人情報が漏れてしまうんだよっていうふうなことも聞かされまして、そんなつもりはなかったんだけど、たまたまこう書類を持ち帰ってしまったとか、そういうふうなことが漏れてしまったり、セキュリティの問題とかね、家のパソコンでやってセキュリティが甘くて漏洩してしまうとか、そういうふうなこともありえますので、その辺もねよく考えてですね、会社として今後リモートをしていくのか、リモートをしていかないのか、もう出社していくのか、ちょっと考えてですね、あと今早急にですねリモート化していくっていうふうになっても、分からないので、ちょっとね、
大きなお金をバーンと、ね、住宅ローンとかに振り込むのもちょっとまず、ね、考えていただいて、で様子を見て、田舎に暮らすにはいいとこ、都会の人が田舎に暮らすイメージと田舎で暮らすっていうことの大変さもありますので、その辺をよく、一回体験してみて、借家とかで体験してみて、あ、いけそうだなと思えばお家を買っていただけたらと思いました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。